ゴミ分別、これはダメ。ゴミ分別を始める前にゴミの種類を勉強しましょう。燃えるゴミ、燃えないゴミ、缶とプラスチックボトルがあります。最初は燃えるゴミでいこう。紙袋で捨てましょう。次は燃えないゴミ、プラスチック袋で捨てましょう。缶もあります。プラスチック袋で捨てましょう。プラスチックボトルもある。ラベルとキャップを取りましょう。それからボトルをプラスチック袋で捨てましょう。グラス瓶はプラスチック袋で捨てれます。大型ゴミをゴミ置き場で捨てる場合は適切な業者さんに連絡してください。ゴミ分別ができたので始めましょう。いろいろな種類のゴミがあるのでそれに合わせたゴミ袋が必要になります。しっかりゴミ袋を結んで種類に合った曜日の日にゴミ置き場に置いてください。ゴミ分別をすることで自然環境も良くなるし、日本のマンションの大部分なルールにもなっています。ビデオ通りにすることができればあなた自身、家主さん、大事な地球のためにもなります。